エグベルト・ジスモンチは、ブラジルリオデジャネイロ州、カルモ出身のマルチ楽器奏者、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー。高い演奏技術を持つとともに、彼の作るリリカルな曲は、様々なミュージシャンにもカバーされている。1944年、ブラジルリオデジャネイロ州の田舎町、カルモにて、レバノン人の父とイタリア人の母との間に生まれる。彼の家族は、 ソフトおじがバンドを率いている音楽一家で彼自身も5歳の時クラシカルピアノフルートクラリネットそして音楽理論のレッスンを開始する10歳の時セレナータが好きな母のために独学でギターを始め後にカスタムメイドの10弦12弦14弦の多弦ギターや両手タッピング奏法をマスターする8歳の時から15年間彼はピアノを学ぶために ジャック・クラインとアウレイリオシューベイラに支持した。1964年、彼はクラシックをウィーンで学ぶための奨学金を獲得したが、ポピュラー音楽を専攻したいと考えるようになり、辞退した。1968年、彼が作曲した100人編成のオーケストラを従えた、歌曲、オーソニョが、リオデジャネイロのテレビ局グローブ主催の第3回国際歌謡祭で高い評価を得た。 1969年、彼はフランスへ渡り、歌手のマリー・ラホーレの指揮者、編曲者として1年半働くとともに、ジャンバラケ、ナディア・ブー・ランジェ両名にインストゥルメンタルの指示を受けた。また、彼は、ファーストアルバム、エグベルト・ジスモンチをリリースした。1970年、フランスから2枚のシングル、ブラジル、イタリア、ドイツから、それぞれ1枚ずつアルバムを発表する。また、 メカドーでセルペンテスが第5回国際歌謡祭で発表される。1971年、ブラジルに復帰。1973年までに EMI、オデオンを通じてリリースされた3枚のアルバムが、その後、彼がインストに傾倒するターニングポイントとなる。しかし、ブラジルの経済は次第に悪化してゆく。 彼の最後の作品になるのではないかと憂慮され、当時贅沢なシンセサイザーとオーケストラを駆使して制作されたアルバムはブラジルのゴールデンレコードを受賞した。このアルバムはどのジャンルにも含まれない斬新なものであった。結局、彼は EMI オデオンから1991年までに19枚のアルバムをリリースした。1974年ベルリンのジャズフェスティバルに参加した。 彼は、エルメイト・パスコアールやパーカッション奏者との、ナナバス・コンセロスらと共演する。その後、ECM のマンフレート・アイヒャーと出会う。1975年に、レーベルへの参加を壊れ、1976年、ECM のメンバーに加わった。当初、ECM に入ることを躊躇していたのは、ジスモンチ自身が ECM のことを、あまりよく知らなかったためである。ジスモンチは、 ECM でブラジルの著名なミュージシャンによるアルバムを構想していたが、ブラジル軍事政権が国外に出るブラジル人に対し高額の課金をしていたため、彼らを ECM のスタジオがあるノルウェーに連れ出すことが困難であった。そこで彼はソロアルバム制作に方針を変更してノルウェーに向かった。 当地でアマゾン近くで育ってきたという共通の経歴を持つナナ・バスコンセロスと再会し、アルバムへの参加を要請。1976年こうして完成したアルバム、輝く水は20万枚を売り上げるとともに、イギリスではポップの、アメリカではフォルクローレの、ドイツではクラシックと様々なジャンルの賞を受けることになる。このアルバムを機に、バスコンセロスは、 世界的なミュージシャンとして各国を飛び回るようになるとともに、ジスモンチはアマゾンのフォークルローレの研究に没頭するようになる。そして2年間アマゾンで現地の人と生活を共にする。1978年にサックス奏者ヤンガルバレク、マルチ楽器奏者のコリム・ウォルコット、ラルフ・タウナーラとアルバム、輝く日を、1980年にヤンガルバレク、チャーリー・ヘイデンとアルバム、 マジコンをリリース。また、1979年にリリースしたソロアルバムソロはアメリカで10万枚以上を売り上げるヒットとなった。それ以降もコンスタントにアルバムを発表し続けている。ジスモンチはブラジルのレーベルカーモのオーナーでもある。カーモは ECM といくつかのジョイントベンチャーを果たしており、カーモのタイトルをブラジル国外で ECM を通じて販売をしている。 また彼は EMI、オデオンの持つ彼の全タイトルのブラジル以外の地域の販売権を買い取ることにも成功している。2007年15年ぶりに来日を果たした。ほか、ありがとうございます。